トマス・ミドルトンは、ジャコビアン時代のイングランドの劇作家、詩人。当時の劇作家としては、ベン・ジョンソン、ジョン・フレッチャーと並ぶ成功を収め、また多作だった。喜劇、悲劇の両方で成功し、仮面劇やページェントも多数書いた。ミドルトンは、ロンドンの生まれ。父親はレンガ積み職人から一代で、ジェントルマンに昇進した人物。興味深いことに、 ショアリッチの所有地はカーテン座に隣接していた。5歳の時、父親が亡くなって母親は再婚するのだが、その結婚の解消はミドルトンと妹の相続をめぐって15年間もの法廷闘争にもつれた。ミドルトンが繰り返して描く法律家への風刺はおそらくその時の経験から生まれたものに違いない。1598年。 オックスフォード大学ザ・クイーンズ・カレッジに入学するが、卒業はしなかった。しかし、大学を去る前に、エリザベス朝時代に人気のあったスタイルの調子を書き、出版した。特に成功したようでもなく、またそのうちの一冊がイングランド国境界と衝突して、発売禁止になってしまった。ともかくも、ミドルトンの文学歴はそこからスタートした。年代の初め、 ミドルトンは生計を立てるため、時事問題のパンフレットを書いた。その一つ、ペニーラスパーラメント・オブ・セレット・ベール・ポエツは何度も、すられ、議会質疑の対象にもなった。フィリップ・ヘンズローの日記によると、同じ頃、ミドルトンは、海軍大臣一座のための議局も書いていた。劇作家として駆け出しだった、この時代、ミドルトンは、論争好きでなお知られた。劇場戦争で、 トマス・レッカーとの友情からベン・ジョンソン、ジョージ・チャップマンと戦ったのだ。ジョンソンとの異婚は1626年まで続いた。ジョンソンは、戯曲、ザ・ステープローブ・ニュースで、ミドルトンの大ヒット作、チェス・ゲームをやりたい放題に中傷した。ミドルトンの仮面劇、ザ・マスク・オブ・ヒーローズ、オア、ザ・インナー・テンプル・マスクはジョンソン、黙ったレンが罪職人と冷笑したと言われている。 1603年に結婚。同年、ペストの流行で、ロンドンの劇場は閉鎖され、ジェームズ一世がイングランド王に即位した。この時期をミドルトーンは3分のパンフレットを書いて過ごした。劇場が再開されるとミドルトーンは劇作家として本格的に活動を始めた。いくつもの劇団のために様々なジャンルの作品を量産した。シェイクスピアと違って、 ミドルトンは雇ってくれる劇団ならどこにでも書いてよい、フリーランスの劇作家だった。トマス・デッカーとは、同時代の盗賊メアリ・フリスを題材にした、序盤長またの名音なと頭モルなどいくつかの合作をした。1613年、ミドルトンは代表作となる、チープサイドの低粛な乙女を書いた。この時期のミドルトンの戯曲には、幾分穏やかな気分が見える。以前書いていた。 ミクルマスカイ定期のような風刺性を持つ悲劇や流血場面の多い悲劇がこの時期はないのである。1620年にはシティオブロンドンの年代学者に任命された。この職は亡くなるまで続け、その後はベン・ジョンソンに受け継がれた。しかし、公務についても劇作は続け、ウィリアム・ローリーとの合作悲劇、チェンジリングやいくつかの悲劇を書いた。百二十四年、 風刺喜劇、チェスゲームがグローブ座で、国王一座によって初演されたが、この作品は、ミドルトンの悪名を一気に高める結果になった。チェスを比喩に使って、スペインとの縁組にまつわる策略を風刺した作品だったからである。ミドルトンの姿勢は、愛国的だったが、スペイン大使の抗議で、スミツ委員は9日目にこの芝居を上演禁止にした。この作品以降、 ミドルトンの戯曲の記録がないことから劇作禁止を含む処罰があったものと推測されている。1627年、ミドルトンはニューイングトン・バッツの自宅で亡くなった。チェスゲームの表紙ミドルトンは悲劇、歴史劇、都市喜劇など多くのジャンルを手掛けた。悲劇では、チェンジリング、ウィメン・ビー・ウェア・ウィメン、皮肉で風刺的な都市喜劇では、 チープサイドの低粛な乙女が有名である。シェイクスピアやフレッチャーのように特定の劇団との関係はなく、フリーランスとして様々な劇団のために劇を書いていたようである。ミドルトンの戯曲は人類のに対する霊賞的な見方が特徴的である。霊賞はしばしば滑稽である。本物の英雄はミドルトン劇では稀である。 作品に登場するほとんどすべての登場人物は自己的で、強欲で自分のことに夢中である。ミドルトンの演熟期の作品はフレッチャーの悲劇の影響を受けている。初期の作品と比較してみると、その頃の作品は風刺的な怒りが和らいでいる。エリザベス姫一座によって上演されたチープサイドの低粛な乙女ではミドルトンが得意とする。 ロンドンの市民生活の切り取り方と愛の力が和解を生むという解放的な考えが巧みに結びついている。なお、それまでシリルターナー作と言われてきた復讐者の悲劇は現在ではミドルトンの作品とされ、2007年のオックスフォード版ミドルトン選手他にミドルトンの作品として収録されている。さらに様々な証拠から、 シェイクスピアの作品のうち、アテネのタイモンを合作し、マクベス、尺には差しを、を過、過筆改定したとも言われている。ミドルトンの作品は、文芸評論家などによって長く賞賛されてきた。その中には、アルジャーノ・ンチャールズ・スウィンバーン、T.S. エリオットも含まれる。特にエリオットは、シェイクスピアの次に良いと考えていた。二十世紀と十一世紀をまたいでの十年間、 ミドルトンの劇はそれまで以上に数多く上演された。有名なところではロイヤルナショナルシアターでのエーフェアクボーレル、ロイヤル、シェイクスピアカンパニーによるザ・オールド・ローガーリ、チェーンジリング、ウィメン・ビー・ウェア・ウィメンも盛んに上演されている。アレックス・コックスの映画リベンジャーズ・トラージリは復讐者の悲劇を映画化したものでオープニングクレジットでは 原作トマス・ミドルトンと表記されている。ミドルトンの作品には合作や作者が誰かについて論争中のものが含まれている。論争中のものであるが2007年のオックスフォード版に含められているものは社体で示す。ありがとうございます。